30分で戻るわ。ナースに伝えておいて。待ってリンダ、せめて拳銃も。リンダ、ゾンビ野郎、くたばれくたばれくたばれ。こんなところで。だって早くおばあちゃんに会いたいんだもん。引き返す。しょうがない子ね。前に来なさい。やり。おばあちゃん、ボビー、リンダ先生、どうしてもこの曲を弾きたかったのよ。私の心臓が破裂してしまう前に、どうしても。ローズ、もっと気持ちを強く持たなきゃダメよ。ちょっと脈を見せて。どうやら落ち着いたみたいね。僕、ミルク温める。病院に戻る前に飲んだらきっと元気が出るよ、おばあちゃん。いい子ね、ボビー。ええ、ローズ、あなたともすっかり打ち解けて。似た者同士ってことかしらね。その後、息子さんから連絡は？あるわけないわ。知ってるでしょ、先生だって。あのうちに私のいる場所なんてないの。孫が生まれたって写真一枚送ってきやしないのよ。ローズ、ねえ、なんか臭くない？そういえば、急に魚か肉の腐ったような匂いが。何の音？先生、隣の部屋にショットガンが。わかったわ。前のタンクローリー急に蛇行を。危ない、先生。タンクローリーが横転して爆発。先生、ドライバーが投げ出されてるわ。先生、気をつけて。大丈夫、私は医者よ。かゆい、熱い、かゆい。ありがとう、ローズ。危なかった。一体警察は何をしてるの？まるで戦場じゃないの。ただの警察じゃダメだよ、おばあちゃん。こういう時はスターズの出番のはずなんだけどな。スターズ、そうよ、そうだったわ。
向こうからも。病院に逃げるしかないわ。ローズ捕まって。バビ早く。ボビー、そこの携帯電話で警察に。オッケー。こちらはラクーンシティ警察です。ただいま。ダメだよ先生、つながりにくくなって。貸して。私ドクターパールです。事務局のエド・サンダースお願い。リンダ、今どこだ？無事なのか？ええ、こっちは大丈夫。病院の方に変わりはない。ああ、場所を言え。すぐに迎えに行くから。それよりエド、大至急スターズのデータベースに侵入して。スターズの？一体何を言い出すんだリンダ。ジル・バレンタインのファイルを調べてほしいの。ジルって、あの洋館事件の後に行方不明になった君の友達の。そういや、あの事件のゾンビのせいだって噂が。急いでエド、お願い。先生